試合を終えた今の率直な気持ちをお聞かせくださいはい、えーっと、率直な感想は、まあ、とにかくう嬉しかったです、あの実績もあるし、まあ、格上の選手だと思ってたのもあるし、まあ、ずっとあの自分の課題があってそれを、まあ、5月に負けてからずっとやってたんで。 まあすべてじゃないですけどそれを出せてえっ、ー、とまあ結果につながったのですごい本当に嬉しかったですはいありがとうございますえー、それでここで、えー、クラッシュから発表がございます、えー、山崎陽一選手の次の試合なんですけども、えー、こちら来たる9月28日、えー、モルドバ共和国キシナウで行われます、えー、キングオブキングス、えー、K.O.K.、OK、アンダーナななじゅういキログラム トトトーーナメンンへのエントリーが決定いたたししましたこちらは8選手によるワンデイトーナメントで実は山崎選手去年同じトーナメントに出場しましてその時は惜しくも1回戦敗退となっております今回また KOK、OK、さんから試合のオファー来まして実は山崎選手と中島選手の勝った方に出てもらおうということで話し進んでおりまして山崎選手勝利して。 えー、昨年に続きチャレンジが決まりました9月28日、えー、モ,ルダボモルドバ共和国キシナウですね、はい、去年もキシナウだっけそうですね、はいえー、そういった形となります、えー、それも踏まえた上で、えー、山崎先生ご質問ございましたらぜひマスコミの皆さんお願いいたします はいそうですね、えーっとまあ、26戦目だったんですけど試合はあんまりこう緊張することはないんですけど今までで一番ちょっと緊張しました、はい、そうですね、本当にあの、まあ、ここで、まあ、勝ち負けが一番ですけど まあ2連敗というのもあったしあと、まあ、自分がやろうとしていることを出せなくて結果につながったらもう本当に終わりだなというのがすごいあったんで、はい、そのでご、はい、自身は、はい、あの,この辺がこ勝敗をましたはい。はったと思うんです かね、まあ気持ちいいじゃないですかねあとはまあ出続けたのがつながったのかなっていうのがあります。ははでうす いやもう優勝今年は優勝しか狙ってないというか去年あの、普通に勝てると思ってたんですけどその1回戦やったでも最初のファーストコンタクトでガード越しにパンチもらってあ,のあんまパンチもらってもこうまずいなって思うことないんですけど硬くて、これももろにもらったらまずいなって初めて思ったのがその優勝した選手だったんですけど。 蹴りとかは全然だったんですけどそのパンチの質とそのんてうんですか技術がすごいあの、まあ全体まあ、その選手も含め全体的にレベル高かったので、まあ、今年はその経験もあるんでちょっと、まあ、決勝でそいつにリベンジしてベルトを取りたいなっていうのがすごいあります。 岸田はすごいいいとこでした。ちょうど季節的にも。一番過ごしやすい。時はこの9月10月なんで。日本の秋みたいな。感じです。あ、そうですね。そうですはい。はい。はい。景色が綺麗。そう。あ、海はないです。もう。はい。湖と山と。あるんで、はい。いい場所でした。 について、ご質問ございました、し <coughs> あれ、名古屋はセコンドで行くんだっけ。はい。はい。えー、名古屋では、あの、土門の戸部君と、塚越君。はい、もう早く終わってく、くれみたいな,ないい。そんな,んない、そんな、なやつ。塚越君が、大事な勝負に臨むわけですけど、ね。<laughs> はい。ええー、彼がサポートする立場で。はい。どんな試合を。したい,ですか、はい。いや、もう。あのー。 まあ、塚越はすごい同期であの本当に、まあ、ライバルでもあるし、まあ、すごい最高の仲間でもあるんでやっぱり勝、まあ、ってほしいのがありますでリュ竜マはすごい、何うんですかね、こう最近ですごい成長してるんでちょっとあのセコンドなんですけど楽しみです。